動物たちの自己治療植物は生きていくために必要な化学物質を自分で作り出します。しかし動物は生命維持に不可欠な化学物質を植物からもらわなくてはなりません。糖分脂肪タンパク質など体の主たる抗生物質ビタミンミネラルに至るまでさまざまな成分を植物からもらっています。 日本モンキーセンター所長の西田敏貞氏は「動物の食に学ぶ」という本の中で熱帯雨林に生息するチンパンジーに関して面白い体験談を載せておられますある時野生のチンパンジーが森の中で食べているものを追跡調査の一環として実際に自分も一緒になって食べてみたというのですその結果は意外なものだった食料となるものは 植物の早く茎の髄、好みがほとんど。味的に振り分けた中、甘いものは24%で、味らしい味がない、無味物が28%。あとは甘酸っぱい、酸っぱいものなどが続く。塩味を感じるものは全くなく、味気ない食事であったという。食料の多くなるうきになると、甘いものが増える。通年 生食ばかりしているのに苦いものは2割以下だった植物の苦味成分の多くがアルカロイドというアルカリ様の毒性物質でチンパンジーはそれらの毒性物質をなるだけ避けているのだと西田氏は考察しています人間は食料を皮を剥くこす茹でる焼くなどして食べますつまり調理によって 食物の毒性を減らして食べるという方法をとっているのですそのような調理ができないチンパンジーは毒性物質をなるだけ取らないようにするしかないなのに時折特に雨季や病気の時にあえてとても苦い植物の茎の髄をしがむように食べることがあるというこの植物ヴェルノニアアミグダリナは大変有毒で 現地の天目族にはヤギ殺しと呼ばれているそうです。チンパンジーがわざわざ苦い毒性を含む植物を食べるその理由は腸内にいる寄生虫を駆除するためと動物行動学者たちは推測しています。もしも寄生虫駆除が目的とするならば食料の多いウにこのような行動が多くなることも理解できます。チンパンジーに限らず 自然界の動物はあらかた毒との付き合い方を心得ているようです。なぜあらかたかというと次のようなことが起こるからです。動物を保護するナショナルパーク自然公園を人間の都合で場所を移すと動物が未知の植物を食べてまれには食中毒死を起こすといいます。動物たちの毒に対する感性は ほとんどが先天的に備わっていても完全ではないのでしょう。経験によって守る健康という部分がある。だから知らないというのは危ないのです。戦死時代のネアンデルタール人は、炭を食べたことが、クソの化石からわかっています。言い伝えによると、アメリカ先住民は、炭を細かくして食べ、消化器障害を治したと言います。人間も、 原始時代からすでに自己治療していたのですねまた野生の動物には土色という習性を持つものがいます粘土のような土が多いそうですが土色の目的として次の3つが考えられています第一はミネラル説常用な働きをする微量元素を求めているとする説第二は動物にとって 有害なタンニンやアルカロイドを土に吸着させ、無害化しているのではないかという説。第3の説は、血液中の酸、アルカリ平衡が破れて、酸性傾向となるアシドーシスを治すというもの。動物行動学者で医師でもあるシンディ・エンジェル氏は、野生動物の習性を長年研究しておられます。氏は、これら3つの可能性について。 もしかすると目的は複数なのかもしれないしどれも違っているかもしれないという本当のところは食べている動物に尋ねるしかないようですしかし自己治療しようとしていることだけは間違いありません動物の自己治療はこれら薬の代用食以外にもありますラブレイス研究所の生理学者マット・クルーガー氏は語る 冷血動物であるトカゲは何かに感染すると体温を2度しいくらい上げるのに十分なほど暖かい場所を探すもし暖かい場所に移動できないとおそらく死んでしまうだろうコウサギも自分で発熱することができないので病気になるとやはり体温を上げるために暖かい場所を探す成長したウサギは感染すると発熱するが もし、解熱剤で熱が上がらないようにしてしまうと、多分死んでしまうだろう。病気は、なぜ、あるのか、信用者間より。同じく、魚類も、病気の時は、やや暖かい場所を好むという。体温を上げることによって、体内の酵素の働きや、免疫力を高め自己治療しているのでしょう。ところで、私たちも怪我をしたときに、 唾をつけて治そうとしたりすするものです唾液には粘膜などを保護する成分のムチンや抗菌、殺菌あるいは免疫機能などを司るリゾチーム、ラクトフェリン、免疫グロブリンの IgA なども含まれます。このように書くと化学的とも言えますが、唾をつけた後にチチンプイプイを唱えると非化学的にも聞こえます。治ることに本来 科学も非科学もないのかもしれません。